シャシタルール、シャシタルールはインドの作家で国連職員。2006年7月現在は国連事務次長の職についており、広報活動を担当している。タルールはロンドンで生まれた。主にインドで教育を受け、ムンバイのキャンピオンスクール、高校はコルカタのセーザビエル学校、大学はデリーのセントスティーブン大学の歴史学科を卒業した。その後国連へ入局し、 22歳の自家仏大学のフレッチャーローディプロマシースクールにおいて博士号と2つの修士号を取得した。この他にアメリカ合衆国ワシントン州のピュージェットサウンド大学から国連での活動を評価されて名誉文学博士号を授与されている。タルールは1978年から国連で働いている。ボートピープルが問題となった時期には 国連難民高等弁務官事務所のシンガポール支局において参上を目にしている。1989年10月からはニューヨークの国連本部に配属され、1996年までユーゴスラビアでの平和維持活動に従事していた。1997年1月から1998年7月の間にはコフィーアナン事務総長の特別補佐に任命されていた。 同月に広報を担当する特別グループのリーダーに任命された。同年に開催されたダボス会議においては将来のグローバルリーダーの一人に指名されている。2002年1月からは広報担当の国連事務次長として働いている。2006年6月15日にインド政府はタルールをコフィー・アナン事務総長の公認として推薦することを発表した。 2006年7月24日から行われた国際連合安全保障理事会の閣離事国による事前投票においては韓国の外交通省省である半期分に次く票を獲得しており最有力候補の一人となったがアメリカがタルールに対して拒否権を行使した最終的に次期国連事務総長は半期分に決まったタルールは英語を用いて 数多くの小説やエッセイを執筆している。最も著名なものは1989年に出版されたザ・グレート・インディアン・ノビルでマハーバーラ・タニハンをとって独立運動が高揚するインドの情景を多面的に描き出している。彼の著作のほとんどはインドを舞台として扱っている。タルールは数多くの文学賞を授与されており、その中には1991年に受賞した。 イギリス連邦文学賞が含まれている。フィクションノンフィクション妻のティラタマはジャーナリストであったが、現在は離婚している。二人の息子イシャーンとコニッシュはイエール大学を卒業した。ありがとうございます。